のぷぷぷ。皆さんこんばんは。まゆです。みおんです。二人合わせてチェリップです。さあ6月28日チェリップのぷぷぷ始まりました。始まりました。はい、この番組は休日のひとときをあなたのチェリップでぷぷぷっと過ごす番組です。はい、今日のテーマはフリーということで、まゆ一言お願いします。フリー、ここでフリー。28日なのミオの生誕祭だろう。そうです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。みんな遠くからも本当前撮りだから全然わからないけど気持ちだけは感謝で溢れております。 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、うん、なんか自由なフリーな感じで、あ、フリーな、今日も、ね、うん、進めていこうと思います、はい、思います。今日も最後までお願いします。よろしくお願いします。プープープー。はい、いや私たちはね自由すぎますね、フリーすぎますね、うん、今日のオープニングなんだなんだなんだ、前回いい感じでいけたと思ったらこんな感じですかね、うんうん、そして今日も PA さんミキサーさんもフリーな感じで、もう曲がネタバレですね。今日ちょっと浮かれようぜ。誕生日やったしな。誕生日誕生日パーティーやったので、うん、こんなテンションでいこうと思います。メッセージを読みましょう。はい、じゅんさんです。はい、マユとミヨンこんばんは。こんばんは。この前はメッセージ読んでくれてありがとう、うん、先週の放送で週間ごとのテーマって言ってたけど、うん、毎月最初のしか考えれなかったです。ちなみにそれは毎月最初は前の月の振り返りながら話すのどうかな。うんうん、それを考えてみました。ちなみにまたみのりんのことだけど残り1週間でソロデビューだよ。でも僕はドリステの卵さん同士だけどね。だってちょっと待って、最後の、まあこれ結構読んだらそれデビューの日多分これ過ぎちゃってるから。そうだね、そうだね。え、じゃあもうそろそろじゃん。ほんと、いや今週でしょ、もはや前撮りの感じでいくと多分ね。11、あ、そうだ、じゃあ、あ、もう今週、あれ先週、先週、ほんとほんと、これ先週の話だ、うん、そうだ、撮ってるなうから行くと今週の話だし、流れてるなうから行くと先週の話だし、手前撮りとはややこしいことですよ。ややこしいや。いや、みのりんのデビューは本当待ってたので、うん、そうそう、やっぱ卒業悲しかったから、うん、だから嬉しいの一言ですよ。楽しみじゃん。で、そして、うん、はい、先月のことを振り返るコーナーはなんかいいなって思う、うん、なんかメッセージとか読み切れない時があるし、うん、ね、うんうん、しかもその遠征について語れるから、うんうんうん、それこそちゃんと、だからなんかいいなって思う。グッドアイデアです。 ありがとうございます。なかなかの。じゃあ次のメッセージいきましょう。はい、あいたくさんです。ありがとうございます。まゆみよんこんばんは。こんばんは。新コーナー企画の提案ですが、うん、こんな感じのいかがですか。チェリップトーク力向上委員会、うん、解説リスナーの皆さんからトークテーマを募集して、うん、3分から5分の間そのトークテーマについて語るコーナーです。ライブステージやイベントの場面で突然振られる話題に即座で対応できるように訓練するために頑張るのです。んーと、最終ジャッジはミキサーの原さんに丸三角×の3段階でジャッジしてもらうっていう感じです。だってむずくね。いやでもあれじゃん、そのテーマが見えてたら、うん、ミョンとか結構文字が見えた瞬間に関連する話を考えちゃう癖がもうついてるから、うん、いいね、うん、だからそれこそ早口言葉みたいに原さんから決めてもらえたら嬉しいけど、テーマとか送ってこられたらちょっとあれかな、考えちゃうかな。眉も見ちゃうし、眉もトーク力を向上しようと思ったらどっちかが見ちゃうからあれかな、結構難しいかな。それこそさっきの振り返りコーナーと一緒に、あ、ね、じゃあこれって言われてじゃあ次話そうって、うん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 、まあいつも通りのことですね、つまり、ね、になってしまいますね、むずいね。難しいな。でもこれもグッド、うん、グッドですよ。入れとこう、脳に入れて、うん、いろんな意見混ぜてコーナー作ろうと思うんで、ね、ありがとうございます、うん、はい、続きまして、うん、ラジオネームバートンあと猫パクさんからです。はい、まゆ様みよん姫こんばんは。こんばんは。7月から番組新コーナーの案を募集ということで、はい、早速考えてみました、はい、ラジオ番組のコーナーとしてはベタですが、リスナーのお悩み相談にお二人が答えるというのはどうでしょうか、うん、勉強や仕事、恋に子育て、いろいろなお悩みから日頃疑問に思っていることを幅広く募集するのです。
まゆ様のぶっ飛んだお答えとミヨン姫の的確なアドバイス、これでリスナーもバッチリ納得なコーナーにしてみてはいかがですか。だってまあつまりこれは教えてまゆちゃんの延長って感じですかね。そうそうだね。いや、まあ、教えてまゆちゃんと言いつつまゆがぶっ飛んだ意見かつすぐに答えを出してしまうので、うん、そうそうそう、ミヨンが間でいつも埋めてるから、これいつもの感じですね。つまり、まあ、教えてまゆちゃんが好評ということの、うん、お便りの投稿であれば、まあ、それもありですよね、うん、続けるのもその名前を変えてね、あ、なんかね、もう中身一緒だけどみたいな、本当、うん、本当それそれね。あとなんかミオンもブログで募集とかしてたら多かったのは、うん、なんか、うん、ラジオドラマじゃなくて、うん、なんかセリフを募集して、うん、それこそ私たちラテフレンズとしてもね、うんうんうん、活動してて、うんうんうん、金ラジってやつがあったんですけど、うん、そうですね、あの赤い実はじけたっていうコーナーがあってですね、 あんな感じのやつのリクエストがすごい多くて、ブログではどの内容だったっけ。だから漫画とかそれこそ言ってほしい、うん、それこそ恋愛系のセリフをなんか一文送ってきてそれを読むみたいな、うんうん、あった、あれも一番嫌いだったけどね今だから言える、苦手ってことでしょ、そうそうそう、嫌いっていうか、だって橋本っちゃんめっちゃ爆笑されるもん。まあ確かにめっちゃバカにされるけんな、うん、そうなの、うん、いやそれは多分前のあれでしょ、演技にちょっと恥ずかしいが入ってるから、そう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 、見てる方も恥ずかしくなっちゃう、ね、あんなん照れくさすぎるっていうのが多かったから、そうそうそう、でもまあそれも多いということはまあちょっと検討しなければなりませんね、うん、それもそれ入れるべきかもね。でもね、なんかちょっと恥ずかしいからコーナーを3、あれじゃない、うん、フリートークコーナー1コーナー2みたいな感じで30分の間にしないと、ね、私たちの心が、うん、メンタルが耐えられないかもしれない。そうそう、本当だね、うんうん、だからまあそれもあるよっていう感じで、なんかもうまだまだいけそうだから読んじゃう、どんどん、うん、はい、じゃあラジオネーム疾風の赤黒さんです。赤黒さんです。うん、ワイさんミヨンちゃんこんばんは。こんばんは。以前RN? RN?、うん、RN で混乱させラジオネーム、はいラジオネームで混乱させてしまいごめんなさい。さて赤黒の部分ですが、まゆさんが切刻と読んでくれたので以後切刻にします。だってマジか、マジかよマジ分かった。そんな中ガイナーレ鳥取にフェルナンジーニョ選手が加入しましたね。そうですね、うん、J リーグの実績は申し分ないと思います。ガイナーレ頑張って、お二人も勝利の原因って言われて要因でしょ、やりられるように頑張ってくださいって前が原因って言ったっけんでしょこれ自分でそうそうそう間違えたのをちゃんと使ってくれるっていう、そうありがとう、うん、本当フェルナンジーニョ選手はですね、うん、J1、J2 と優勝に導いてる選手で、そうそうそう、うん、すごいよね。で僕が、うん、あの初めて J1、J2、J3 で優勝する選手になるよって言って、うん、公言をしてくれてますから、うん、あれだね、強々しいじゃない、なんだっけ、なんて言うんだっけ、強心強い、何強々しいと心強いのつながりかも全然わからんかったけど、心強い、心強いです、ありがとうございます。だから私たちも勝利の要因になれるように、要因ね、うん、頑張っていこうと、はい、思います本当、うん、でもなんていうの、チェリップがなんか、うんうんうん、なんかガイナーレを応援してていいなって思ってたことをちょっと話すと、うんうん、それこそ見てサッカーの楽しさに触れられたことと、うん、そうだね、まあ、アイドルをしてると、うん、まあ、応援される側じゃないですか、うんうんうん、だけど自分たちが応援する側に、まあ、形は違えど回ることによって、うんうんうん、なんか応援されることの心強さとか、うん、ありがたさとか、うん、声出すから結構サッカーの応援も、うんうんうん、いつもみんながやってくれてることを、まあ、形はそれ違うけど、うん、できてるから、うん、なんかこうアイドルとしてもちょっとまた他のアイドルさんにはできない成長の仕方をできてるのかなって感じますね、うん、感じますね。まあ結構最初のグダグダとはもう反してめっちゃ、うん、真面目な真面目にねまとめたね、うん、なんかでも本当それは感じる、ありがたさを感じるからやっぱり、うん、いつもより、ね、ちょっと気持ちも分かってくるしね、本当それファンの方のね、なんかいい感じのプレーしたらイエーイってなるのは、私たちがいい感じのライブしたら、うんうんうん、よしいい感じってなるんだな、なるのと一緒なんだなっていうのが分かってきたから、うんうん、だからそれこそライブがいい感じになってきたのとガイナーレを応援し始めたの、うん、多分一緒な、それこそ時期だから、あそうか、ね、多分絶対つながってると思って、うん、本当だね、皆さんにいいパワーをもらっております、うん、ということで、はい、曲をね、はい、感謝の気持ちを込めていってみようかなと思います。フランプールでコーリング、チェリップのぷぷぷ、ようこそいらっしゃいませ。こちら漫画王国鳥取広報課です。
さあこのコーナーはですね、はい、コーナー替えをしても存続させるということで、うん、今週もお送りしたいと思います、ね、今日皆さんに紹介するアニメはですね、王子浩二さん原作の、はい、ハイスピードからアニメになりまして、うん、はい、名前が変わりました、うん、フリーを紹介していこうと思います。なんとですね、はい、このフリー、うん、このモデルとなった町が鳥取県にあるんですよ。そうなので岩見なんですけど、うん、鳥取の東部の方にあって砂丘とかをちょっと越えるとあって、うんうん、私たちもご当地アイドルお取り寄せ図鑑という番組の鳥取紹介で、うんうん、いろんな聖地を巡ってくる中で、うん、フリーの聖地を巡って一回撮影したね。はい、行きました。で本当人気で、うん、コスプレイヤーさんたちがいるんですよ。そうそうそう、コスプレしてて、びっくりしたよ本当にくらい本当熱い、うん、現場でですね、うんうんうん、岩見でしかもフリー去年の夏で終わったんですけど、はい、大好評につき、うん、2期をそうそうそう、しかも7月から、うん、めっちゃタイムリーですね、うん、もう来週から始まるんで、うん、なので、うん、始まるので紹介したいなと思います、うん、で、うん、まあ、まずは、まあ、1期見てない人もいるかと思うんで、うん、2期から見ても楽しめるように、うん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 、ちょっと一期からまずはストーリーの紹介をしていこうと思います。ですね、主人公は七瀬はるかくんと言います。はるかくん高校2年生です、うん、一期の時はね、うんうん、で、うん、それでちっちゃい頃小学校の時に地元のスイミングスクールに通っていて、うんうん、でちょっとそこでいろいろありまして、うんうん、水泳から離れて、あ、そうなの、水泳部のない岩飛び高校というところに通ってるんですよ、うんうんうん、でも、うん、そのスイミングスクールが取り壊されるっていうのを聞いて、うん、でかつての仲間たちと一緒に行ったんですよね、スイミングスクールに、うんうんうん、そしたら一人オーストラリアに、うん、もう本当に水泳でオリンピックに出るために行ったような子がいて、うん、音信不通になってた子なんだけど、うんうん、もうその子がいて取り壊されるのを多分聞いて、うん、でもそしたら小学校の時はもうイエーイみたいな感じだった子なのに、うん、もうお前らとは付き合わないからみたいな感じのキャラにもうすごい変わっていったわけですよ、うんうん、そういうことね。でだけど、うん、そのちょっとキャラが変わった子に会ったことによって、うんうん、水泳部がない学校なんだけど水泳部を作ろうっていう風になって、うん、で部員の人数も今のままじゃ、うん、友達の3人くらいなんだけど、うん、足りないから新しい子を入れようとかいろいろ頑張ったり、うん、やっぱり大会があるから大会で勝とうっていうのを目指して、うん、そしてその一人キャラが変わってしまった子を、うん、なんか心を昔の熱い心を取り戻させようっていう感じで、うんうん、いろんなだから物語が挟まって、なるほど、繰り広げられているアニメなわけです、はい、でまあその熱い心を取り戻したのかとか部員が戻ったのかっていうのを一気で確認していただきたいなと思って、うん、でなんと鳥取の今見が舞台のアニメなのにですよ、うんうん、鳥取では放送していなかったんですよ。それでしょう、アニメ一期が、うん、でどういうことだという風になって、なんとですね、うんうんうん、これにNHK さんが動きました、はい、鳥取だけ NHK でなんとフリーが放送されます。すごい、ね、なんということでしょう、フリー、これはなんて読むのかな、エターナルサマーという、うんうん、なんか最後の夏が始まるみたいな感じでキャッチとかもあって、うんうん、でしかも軽音とかで有名な京都アニメーションさんが制作をしていらっしゃるので、しかも前がちょっと見たけどちょっと見ただけで面白かったとか言ってたので、だから結構見る価値はあるんじゃないかなと思って、でしかも原作の王子浩二先生のハイスピードっていうやつはそのアニメの前の小学校時代の話だから読むとさらに面白いと思うし、続くって感じ、原作その小説があってアニメに続いてるって感じで、さらにこの2期をきっかけにその小説で、うん、さらに小学校時代の続きみたいなやつをまた王子浩二先生が書く、ちゃんと成長するの、うん、ちょっと成長して、あと新キャラも出てくるからアニメで新キャラを出すのに合わせて、うんうんうん、その小説の2巻の方でも新キャラが出てくるみたいな感じだから、なんか結構やっぱり読み応えがあるというか、うんうんうん、アニメだけでもいけるけど小説も合わせるといい感じだし、うんうん、それこそ前もあの見たと思うんだけど、アニメと本当全く鳥取の岩見の風景が一緒で、うんうん、あ、そうだね、すごい一緒だったよ ね、うん、完璧に一緒なの、すごいよねあれね、だから嬉しいよね、なんか嬉しい、うん、なんか砂丘だけじゃないんだぜみたいな、やばいっしょ、鳥取全国だよ、全国の鳥取だよ、全国の鳥取本当、うん、多分
フリーすごい人気だから、うん、ミオも好きなんだけど、うん、もう来たくてたまらないと思いますよ、うん、ファンの人が全国から。で声優さんも、うん、なんと鳥取に遊びに来ていてですね、しかもメインキャラの結構ほんと有名な、それこそ大きく振りかぶってこの前紹介したんですけど、の主人公のレン君の声をやってる人がこのフリーにも出てるんだけど、その人が来たからね、すごい人だからね、声優アワードでもう最優秀賞を取ってる人だからね、ほんとすごい人が来てて、砂丘砂丘、すごいじゃん、もうだけどこのフリーの聖地メインに来てて、しかも声優さんがすごく豪華で、それこそ漫画王国鳥取のドリームワールドをチューブでしていた時に来た声優さんの平川大輔さんという方が当ててたり、声をミオンの大好きな宮野守さんとかもそのキャラが変わっちゃったキャラで、だからすごいメインキャラで声当ててたりとかするから、もうすごいことなんですよ。これでかいんですよ、鳥取にとってもアニメファンにとっても。そうだね、声優が好きな人が見てもいいじゃない。そう、本当それ、うん、で曲も歌がうまい声優さん揃ってて本当にいいですから。でエンディングがね、一、うんうん、回聴いたらもう何も考えられないくらいいい曲なの、中毒性があるというか、なんかすごくいい曲で、うん、それこそ砂漠砂丘を雰囲気を考えて作ってくれた、ちょっとアジアンっていうか、そんな感じなの、そんな感じの曲なので、ね、だからちょっと聴いてほしいなと思います、うん、ほんと1年前からすごいかけたくて、やっとかけることが、うん、できます。聴いてください、スタイル5スプラッシュフリー、チェリップのプープープーな、はい、ということで聴いていただいたので、うん、ちょっと気になる方はアニメ見て、そして鳥取にぜひ来ていただきたいなと、うん、ね、はい、思います。でも私たちも来てもらうだけじゃなくて、はい、遠征にどんどん行きますので告知をしたいと思います。6月の29日明日はですね、うん、キャンディーポップビートスペシャルというのと、キブクレ社長生誕祭という、いつもねお世話になっている入江さんという方の生誕祭がすごい大きいのがあって、アイドルさんももう50とか余裕でいるんじゃないかな、たくさん出るすごいイベントなので、ちょっとチェリップも頑張ってこようかなと思っています、うん、まずその先にキャンディーポップビートの方は朝なんと会場が7時ですからね、早いです、ちょっと早いなっていう方は2部の方の生誕祭の2時の会場の方に来ていただけたらいいなと思います、うんうん、大きい会場なのでね、頑張ろうと思いますよ、うん、そして7月の5日土曜日はですね、うん、見る食べる遊ぶ鳥取満喫鳥取フェアというのがですね、イオンの伊丹小屋というところであるんですよ。だから県外でやる鳥取のイベントに私たちチェリップがなんと参加させていただけるということで、ありがたいことです。なんとイベントではですね、境港の本マグロの解体ショー、そして大栄町のなんか試食が、あ、マジで、うん、できるみたい。そして平井知事によるトップセールスっていうのがあって、平井知事さんも会場にいらっしゃったりとか、あとゆるキャラが、あ、そうだね、なんか集まるみたいだし、うんうん、もちろんチェリップもなんとステージを2回くらいかな、うん、させていただけることになっていたりとか、ね、うん、あとチェリップのそれこそさっき言った、うん、岩見とかの、うん、なんか写真展パネル展とかもあるみたいなので、うん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 、ぜひ来てほしいなと思います。いい、ね、うん、なんかチェリップが鳥取のイベントに参加できるのちょっとでかいなって感じなので、そうだよ、ね、頑張ってこようと思います。県外のね、うんうん、そして、うん、この番組にもメッセージ募集してます。はい、メッセージ募集します。ラズ FM チェリップのプープー宛てにメッセージを募集しています、はい、まずメールは 798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878 です。皆さんメッセージよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さんおやすみなさい。マイです。ミオンです。二人合わせてチェリップでした。バイバイ。